感じだったから、じゃあ久しぶりにちょっと切ろうかなって1センチだけ切ってきた。なんかあんま長さ変えたくなくて、毛先の傷んでるとこだけ切りたかったから1センチぐらいだけ切りました。別にその1センチ切るためだけに美容室行ったわけじゃなくて、そうなんかすごい誤解されてたから前髪1センチのためだけに美容室行ったのすごいみたいな、すごい美意識みたいな言われて、違う、さすがにそんな髪の毛1センチ切るためだけに美容室行かないですよ前髪の縮毛矯正が一番メインと、前髪切りたかったけど後ろも切れるよって言われたからちょっと切ってきた。そう、どうするって言われたから、じゃあちょびっと切ってくださいって、ちょびっとだけ切りました。でもおかげで毛先の傷んでるところがなくなったからめっちゃサラサラになりました。嬉しい。1センチいくら、いくらだろうでも縮毛も含めてだからね、1センチ切るためだけにお金かかってるわけじゃないから。そうなんです。1センチじゃないけど切った、あ、おそろい。そう、髪色ね、でもこれは染めてない、あの普通に前回暗く染めたやつの色落ちですでも本当はこれぐらいの明るさで全然保ちたかったから、久しぶりに染めなくていいしばらくと思って結構明るい。絆創膏、そうなんですよ、先週さ皮膚科行って薬もらってとりあえず過ごしてて、でなんか4日後5日後ぐらいにまた来てくださいって言われたから今日行ったんですよ。で行ったら、腫れは引いてるけどまだ赤いね、もう1週間お願いしますってもう1週間絆創膏生活になりました。そうなんです、似合ってていいね絆創膏違うよね、髪の毛だよね、似合ってて絆創膏似合ってていいねじゃないよねそうだからまた薬をもらってきて、今絆創膏傷が、あ、ほんと？これはね、まあでもさっきお医者さんで貼ってもらったやつだからしっかりした絆創膏っていうから、そのガーゼに薬が塗ってあって、それをこう何布テープで貼られてるだけだからあんま目立たなかったかもしれないそう、塗り薬塗ってるんです。そう、おできって書かれてるこういうそう、でも直接塗っちゃダメで絆創膏とかそういうガーゼとかに塗ったやつをこう貼っておいてくださいって言われた。そう、早く治したいんだけどね。でもめっちゃ先週が一番入ってたの、先週ちょうど、先週のちょうど今日がディズニー行ってた時で、ディズニーから帰ってきた後が一番腫れてて。そうなんですよ。でもそれに比べたら全然良くなった、もうそこまで腫れてもないし、なんかその火傷の跡みたいになっちゃってて、そう色がちょっとね、あの火傷の跡みたいな色になってたそう、早く治したいんだけどね。でももうそこまで腫れてはないから全然その隠せる、コンシーラーとかで隠せば全然多分あんま分かんないぐらいにはなりました。新春会の時目立たなかった、本当に。でも新春の時はねめっちゃ頑張って隠しました。新春の日なんか潰れちゃってて、朝ね潰しちゃって、そう潰しちゃって、潰れちゃって、そう中から出てきちゃってたから全然隠れなかったんだけど、目立たなかったならまあいいかって感じうん、絆創膏っていうね、新潟って絆創膏じゃないの、なんか地域によってね違うって言いますよね、言うけど新潟は絆創膏じゃない、違うのかしら。新春配信されてましたね、ちょびっと見ました、昨日眠れなくて昨日眠れなくてちょびっとだけ見ました。ちょびっとっていうか、あのちょびっとっていうのは楽曲だけ見た、 MC は飛ばしたって感じ。そう
わかる、意外と早かったよね。わかる、なんかさ1週間後ぐらいに配信されるのかなって思ってた、勝手に。なんか次の日とか次の日ぐらいにはもう配信されてたよね、新春公演。意外と早くてびっくりでした。うん、ぜひ見てください。もうね、何が大変だったかって、周年のリハ、もともと新春のリハ、新春ってもともと3日の予定だったじゃないですか。でも3日ができなくって、でもいつやるか分かんないから7とかにリハしてたんですよ。そう、周年前にリハしてたの、新春のリハを。で結局21だったから、すごいめっちゃ時間空いたんだけど、結局リハやってからそう、でもその新春のリハやったのが周年よりも前で、でも周年とさ新春めっちゃセトリかぶってたでしょ、曲。それが大変だったの。もうネタバレしていいよね、新春の新春の曲のネタバレもさすがにしていいよね。なんかあの別は変わらなかったんだけど、マックスが周年がワンハで新春がフルだったの。そう、2番あるかないかっていうのと、あと渡り鳥が周年は3期生も含めて全員でやったんだけど、新春は正規メンバーだけだったんですよ。昇格組の3期も入れての正規メンバーでの渡り鳥で、だから渡り鳥は私たちはそこまで立ち位置とか変わらないけど、人数が違うから、その後ろに3期生がいた分をちょっとなんかこう広く使えますよみたいな、立ち位置ちょっとなんか3期生がいる分広げてたのをオリジナルの立ち位置に戻しますよみたいな。マザルテ、しかもさ、そう、思い出いっぱいでもやってるから。そうなんですよ、だからさ散歩場覚えてるみたいな感じ。まあそんな変わんないっちゃ変わんないけどみたいな。それがね大変でしたね、とても。そうなんです。あとなんかその新春公演の日、4期生が何人か見に来てくれてたんですけど、自然渋滞をやったんですよ、正規メンバーで。自然渋滞と渡り鳥を正規メンバーでやるみたいな瀬戸りだったんですけど、新春公演が。だから4期生さ、この前めっちゃさ自然渋滞を広めでもうバチバチに踊ってくれてたじゃないですか。でしかもそれってもうさ年明ける前からさずっと練習してたの、4期生は。その自然渋滞だけをずっと練習してて、でこうお披露目であのバチバチの完成度をさやってくれたんだけど、なんかそんな4期生が見てる前で自然渋滞をやるのさ、なんか折り目の2期生がいる中でやるより緊張したなんか折り目いる中でやるっていうことの方が普通緊張しそうだけど、なんか4期生の前でやるっていうことの方が緊張しました。しかも私たちリハ全然やってないから、しかもやったのも超前だし1回だけだしみたいな、ちょっと緊張しましたね本当に。でだからリハも結構大変だったんですけど、当日の昼夜でさ、昼は思い出いっぱいやってて夜に新春だったんですけど、その昼夜のさ間の短い時間でリハやらなきゃいけなくて大変だったんですけど、まあ、なんとかなりましたね。そうなんです ね、ほんと。それも含めて赤組ぜひ頑張ったので見てくださいえ、でもこれね聞いてほしいのが、その新春公演書き初めをしたんですよ、一人一人なんか目標みたいなので、あの左利きの敵習字って左利きの敵ってか、日本語は左利きの敵左利きにとって敵なんですよ。あの普通に国語とかでも、ここがもうさ、国語ってさこう書きじゃないですか、右から左にこう書いていくじゃないですか、縦書きで。もう全部ここが黒くなるわけ。そうで習字とかもさ、なんかこの何筆のさ先がなんか十字みたいなあるじゃん、十字十一字みたいな、この筆ってこうやってこう引くじゃん、なんか常にこの斜め角度を保ったままこう線を引くじゃないですか、習字って。
でも左利きはこうなるわけですよ、その角度でやれって言ったら。だからこうやって書くんだけど、で NGT には左利きが今私とマリナさんとナナミの3人なんだけど、ナナミとマリナさん習字右で書いてて、えぇ、ー、みたいな、私たちは左利きじゃないのみたいなまさかの、そう、ナナミとマリナさん習字は右なんだって、えぇ、ー、みたいな。そう、今もう3人しかいないの。あ、4期生はちょっとまだわかんないけど、そう、一時期左利きめっちゃいたじゃん、ななこさんとかテラヒナとかもさ、みんな左利きだったんだけど、今は3人しかいなくて。そう、でもマリナさんとななみは直したんだってええと思って。そう、私はあの、まあ、おじいちゃんは頑張って直そうとしてたらしいけど、まあ、固くなに断って左で貫き通しました甘えだって私中学の時茶道部だったけど、茶道も本当はさ全部その右手でやるものなんだけど、左手で通しました。茶道の先生とかいたけど、私左利きなんだよって左でやり通した。私はもう本当に完全に全部左なんです。そうだね、習字はだから結構その右に直されてる人多いと思うんですけど、私は全部左でやってきたから、まさかのね。そう、隣でナナミがちょうど書いてたんだけど、え、ナナミ右で書くのって思って、そう、衝撃だった。嘘、習字が敵だと思ってるのは私だけだったでもそれなのに私2枚書かなきゃいけなくて、自分のなんかその習字とグループの習字もさ書かなきゃいけなくて、なんでなんでこの習字が敵だと思ってる唯一の人間が2枚書かなきゃいけないんだよと思って、しかもグループのさ目標なんてめちゃくちゃ大事じゃないですか。そう、私が書くより絶対自由うまい子が書いた方がいいじゃないですか私が書くことにそこまで強い意味ってありますか。キャプテンだからはさ分かるけどさ、分かるけど、グループのだったらよりなんか上手な人が書いた方が良くないって思ったんですけどでもその完成した2枚を見て、自分の目標のやつとグループの目標のやつを見て、グループの目標のやつの方が上手に書けてた結局ね、自分のやつはなんかさ4文字書いちゃったからさ、イコイノバって書いたから、なんかそれもあってか、それよりかは新しいって一文字書いた時の方が上手に書けた。左で書いた方がいいには良いんじゃないみたいな字が書けました習字は誰が、ポキめっちゃうまかった。ポキの見本に貼られてた、なんなら一番に書いて、めっちゃ上手。でもみんなうまかったよね、うん、耳に子供ができて左利きだったら直させるのか、え、どう思います。まあ左利きで23年生きてきて、少なくとも生きづらさしかないですけど生きづらさしかないですけど、でも別になんか直す方どうかと言われたらそうではないから、どっちでもいいんじゃないって感じ。まあでもこの世の中右利きの人が暮らしやすいようにできてるよっていうことだけは教えてあげたい左利きで得することは別にないってことだけ教えてあげたい。何もないこの世の中は右利きのために作られてるから。スポーツやってると左利きはめっちゃ重宝する。まあ確かにそれはそうかもね、サウスポーとかね、それはそうかも。でも世の中は全部右利きのためにできてるみんなは意識したことないかもしれないけど、ハサミも専用の使わない。そうだから、うちに左利きのハサミしかないから、ここ3日間メンバーが毎日うちに来てたんですけど、みんなにハサミ持参してもらった私の家には左利き用のハサミしかないからこの家に人が来てもハサミ使えないそうなんだ。
からみんなにハサミ持参してもらった。もう本当に生粋の左みたいに全部左だったわ、そういえば、うん、ボール投げたりとかも何にも直したことない。どの瞬間に聞き取って決まるのね、本当にね。物心ついた時には左利きだった、うん、あ、そう、パパは両利き、私のパパも両利き、もともと左利きだけど右、うん、そう、もともと左利きだけど右に多分直されて、でも生まれは左利きだからどっちも使えるみたいな。あ、そう、ハサミ使う、そうなの。だから3日間メンバーが毎日うちに来てくれてた。だからメンバーが来てない家が久しぶりすぎて、なんか逆に違和感、常に家に誰かがいる状態だったから。ここ何日か、え、来てよ。私さ、そう、そのね、今年の目標に憩いの場って書いて、その私のお家をみんなの憩いの場にしてほしいと思って、そう、みんなが普通に遊びに来てくれたりとかしてほしいなって思って、その目標を掲げたんですよ。で、まあ、そのまあ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 、もう本人にも言ってあるんだけど、なんなら今日さっき本人にも言ってあるんだけど、これこれこういう理由があってミユの家にいたんだけど、もう全部本人に喋ってあるんだけど、まあここでは言わないようにしておきましょう、察してください。そう、それで、でもなんかまあそういう理由があってうちに3日間メンバーが来てたんですよ。で、でも私の家って、あの、何、カーペット敷いてなくてフローリングなんだけど、そもそもそのフローリングを、あの、張り替えててね、その元あるフローリングの色がちょっと色が濃い濃い系で、なんかその私の好みの色じゃなかったから、その今さ、ネットで売ってるじゃないですか、クッションマットみたいなやつ、そのフローリングの柄のなんかクッションマットみたいなのって売ってるんですよ。だからそれをその引っ越してくる時に全部パパに張り替えてもらったんですよ、床を。そう、だからもう私の家の床は私の家の床でしかない。そう、そう、だから、でもその張り替えてる分冷たくはないんだよね、床が。フローリングだけどクッションフロアでできてるから別に冷たくないんですよ。そう、そう、全部。ちなみに言うとこの壁も張り替えてる。元の壁の色これじゃない。そう、壁も床も全部張り替えてから引っ越してきたから、そう、だからその床が冷たくないんですね、フローリングだけど。だからカーペット敷いてなくって、でもクッションなかったのよ。クッションもなければカーペットもないから、実質だから床に座ってるみたいになっちゃうのね。床じゃないんだけど、クッションフロアだから床じゃないし冷たくはないんだけど、でもそのカーペットもなんか絨毯みたいなのもクッションも何も敷いてないから、実質床に座らせちゃうことになるんですよ。そう、だからちょっとさ、せっかくさメンバーに来てもらうのにさ、なんか床に座らせんの申し訳ないなと思って、まあ結局それで結局3日間は過ごしてもらったんだけど、そう、だから、あ、もうこの際もうその今年の目標に憩いの場ってそのつけたのであれば、もういつみんなが来てもいいようにクッションを用意しようと思って買ったんです、クッションで。それがちょうどね昨日届いて今日さっき開けたの。めっちゃ可愛いから見てくれる？今ここにあるんだけど今そのクッションがここにあるんだけど、超可愛いから見てほしいの。ででーん、食パンなの。これめっちゃ可愛くない？食パンなの見て、可愛い。そう、みんながいつ来てもいいようにクッションを買ったんだけど、食パンのクッションにしたんだ。超かわいいでしょ。でね、これね、なんでこんなに分厚いかっていうと、ここに4枚入ってんの。超かわいいから見てほしい。これカバーなんです。こうやってね開くとね、見て
食パンが1枚食パンが2枚食パンが3枚食パンが4枚出てくるの。めっちゃ可愛くないこれ。4枚切りなんです。え、超可愛くないこれ。そう、この4枚の、でもちゃんと1枚1枚も割と厚みしっかりある。そう、4枚の食パンがこの皮に入れると1つのでっかい食パンになるの。一斤、一斤になるんです。めっちゃ可愛いよね。これめっちゃ可愛い。すごい。これね、ずっと買おうか迷ってたんだけど、まあでもうちに人来ないしなと思って買ってなかったの。でも、まあ、今年になってすごいメンバーがたくさん遊びに来てくれるから、じゃあ買おうと思って。そう、でも昨日届いたものだからさ、昨日届いて今日開けたものだから結局間に合ってないっていう。この3日間メンバーがうちに来てくれたのにちょっと間に合わなかったんですよね。だからまあ次の機会に、まあこれからメンバーをたくさん呼ぶつもりなので、これからきっと使ってくれる機会はいっぱいあると思って。はい、めっちゃ可愛いよね。そう、だから買おうかずっと迷ってたんだけど、これを機に買ってみました。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。ちなみにこれね、なんかトーストされてるバージョンもあったの。なんかここが茶色いやつ、でも白の方がめっちゃ食パンって感じだったから買いにしました。そう、トーストされてるバージョンも売ってた、選べるみたいな。目玉焼きのクッション、え、なんかね、目玉焼きのね、なんだっけな、なんかブランケット売ってて、同じサイトに。そう、目玉焼きのブランケットも売ってた。かわいい、いい買い物をしました。だからでもこれまだメンバーに見せてないの。だから早く遊びに来てほしい。早く遊びに来てほしい、メンバーに。そう、なんかね、座椅子も売ってたんだよね、食パンの座椅子も。そっちも迷ったけど、なんかそっちのこういう4枚セットのやつもあって、もう1万ぐらいしたらさすがに高いと思って、じゃあ座布団にしました。まあ座布団でいいか。そうで、だから人が来た時はこの4つでこう座布団にできるし、その人が来てない時は普通にさっきみたいにでかい1個にまとめておいて、なんかクッションにできるみたいな。普通に座布団としてじゃなくて、これをクッションとして使えるみたいなやつで、そのめっちゃ可愛いんだよね。だからみんなまたお家に来てほしい。初めて出した今これ、今日さっき開けたばっかりだったから。めっちゃゴミついたけどね。めっちゃゴミついたけど。そう、え、本当に可愛い。そうだからメンバーがその来るからお片付けも頑張ったし、そう、でも嬉しい。その今まで日記ドラはナナミ以外は来てくれてたんだけど、この3日間でナナミも来てくれたし、あとレイちゃんもずっと私の家に来たいって言ってくれてて、レイちゃんも昨日来てくれて一瞬。そうで、レイちゃんがその後帰った後 LINE くれて、ミユの家めっちゃ居心地よかったって言ってくれて、嬉しい、また来てって思いました。そう、嬉しい。そう、ナナミも来てくれたし、あれ、これはいいのか。そうなんですよ。そう、そうだ、そう、れいちゃんね、そうなんです。最初に私の家来てくれた時は私があの外に出られない状況だった時だったから、せっかく来てくれたのに家の中に招待してあげられなくって、やっとお家の中に呼べました。そうなの。でも多分これからいっぱい遊びに来てくれると思う。なんかめっちゃ可愛いのが、私の知らないところでミユの家に行きたいって言ってくれてた、夢に。そう、なんか夢のやつはミユんちで作ろうかなみたいな言ってたらしくて、もう夢本人に言ってんのもおもろいんだけど、でもその当の私には言ってなくて。めっちゃ可愛くないですか。
全然全然来てみたいな、なんならそのつもりだったけどって感じだったんだけど、めっちゃ可愛くないですか。まだ来てない人、ニキドラもはもうこれで全員来ましたね。とまりなさんとみはるさんとひなたさん、1期生3期生もまだ誰も来てない。でも呼びたい、呼ぼうと思ってる。見てしまえた、かわいいなぁ。カリキが自分の家みたいに、あ、そうなんですよ、そうなんですよ。そうでもいいよって、全然嬉しい。全然みんなに来てほしいと思ってるから嬉しい。そうだからその3日間の間に鍋パもしたし、そう普通に楽しんでた。普通に楽しんでました。なんか嬉しい、みんなが遊びに来てくれて。そうまだね、でもお泊りはしてないんですよ。お泊りはしてないんだけど、みんな朝に帰ってく。それは実質泊まりではって感じなんだけど、その泊まりはしてない。でも朝に帰るんだけど、あの寝てはない、あの夜通し喋ってる。夜通し喋って、あ朝だね帰るわみたいな、なんかもうその感じだから、泊まりはしてない。そう夢とかも泊まるために歯ブラシまで持ってきたけど、止まってないから自分で歯ブラシ持って帰った。そう布団もねあるんですよ。その妹がたまに泊まりに来たりするから、そうそれ用にその布団は全然うちに置いてあって、全然泊まろうと思えば泊まれるんですよ。寝れるんですけどね、まだ誰も泊まったことはないです。でもこの前はこのソファーそんなにでかいわけじゃないんだけど、このソファーにひのとさあやと私が3人でここに座ってた。そうとか全然ありました。そう一期生とは焚き火しなきゃ、そうなんですよ。一期生とは焚き火するどこでしようかな。焚き火台持っていかなきゃ。仲良しすぎない？わかる、本当にそうなの。3日間家に通ってたわ、やばくない？普通にただいまだった、うん、とそう仲良しすぎだよね。じゃあ普通に遊びに全然いいんだけどさ、だってリハ、ただでさえリハで一緒にいるのに、リハ終わった後ラーメンも一緒に食べに行くし、家来て鍋パもするし、あでラーメンと鍋は別日だけど、そう分かる、仲良しすぎだよね。ゆめちゃんが耳の家にチキンラーメン忘れたって言ってた。え絶対嘘だよ。あえん、ベビースターのこと、んベビースターならそこにある。追加配置で込むのが目標。そうだね。誰が一番最初に来るかな。全然誰でもいいんだけど。でもやっぱさ、後輩と一対一とかはさ、ちょっとさすがに気まずいかもしれないから。なんか先輩も一緒に鍋パーとかタコパーとかいいかもね。甘いもの連続で乗せてたのに急にラーメン、昨日はあそうですね、クレープ食べてラーメン食べてスタバでした。ちょっとあのチャットに乗せた順番はスタバラーメンだったんだけど、本当はラーメンスタバてか甘いしょっぱい甘いでした、実際は。そうなんです。髪切ですね、ありがとう、今日美容室行ってきた。ゆうな来そう、確かにゆうな来てほしい、全然来てほしい。確かに一番ゆうなが一番来そうだな、最初に。
ご飯とかは全然一緒に行ってるから、うん、来てほしい。全然誰でもいいけどね。嬉しい。だから憩いの場って宣言した2日後ぐらいにもうメンバー来てくれた。2日後ぐらいにもうメンバー来てくれて嬉しいです。ね、そうなんです。早速叶えられて嬉しい。頑張って片付けた甲斐あったなんかそのゆめが言ってたんだけど、なんかみゆの家はゆなこの家とはまたちょっと違う落ち着く感じでみたいな。ゆなこの家はなんかもうなんて言ってたかな、うわなんて言ってたっけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんかみゆの家はなんか映えもできるって言ってたあ、ありがとうございます。ゆなこんちゃんもなんか本当にいるだけで落ち着くって感じって言ってた。宣言するって大事だね。確かに私がみんなお家に来てくださいって言ったから来やすくなったのもあんのかな。その憩いの場にしたい、全然お家来てって言ったから来てくれる、まあタイミングだけど、たまたまだったけど嬉しい。そうでもなんか全然タコパとか配信したいんだよな、ナベパとか嬉しい。そう映えができる、なんかね床とか張り替えてるから、そうあと色が全部統一されてるんですよ、私の家具とかが。まあこんな色こんな色とかですよ、家の銃が全部。そうだからここでも映えるよってここに置いてなんか写真撮ってた全然いつでも来てもらっていいですけどタコパ見たい、いややりたい、めっちゃそう嬉しい。その去年買ったこのブルーノの鍋が生きて、まだ鍋パしかしてないんだけど、その上のプレートを変えれば何でもできるみたいなやつで、たこ焼きのプレート、たこ焼きのプレートと普通の鉄板と鍋があるんだけど、まだ鍋しか使ってなくて、たこ焼きまだやってないからやりたい。楽しそうだよね、うん、でもこの前その鍋場したんだけど、その時はなんか鍋のその野菜がさ煮えるまで待ってる間で全然なんか、まあ、普通に楽しいけど、多分配信とかしてたら絶対つまんなかったと思う作ってる間別のものを作ってたそうで鍋食べて、そうなんですやってました。でも多分めっちゃ増えるから、そういう機会特に来月までめっちゃ増えるから一回ぐらいやりたいな。そう、そういえばそれで今日その美容室に行ってきた、ちょっと話変わっちゃうんだけど、美容室行ってきて、でなんか今日もさリハ前に美容室行ってきて、で今日もなんかあるのみたいなお仕事、私ってか私たちもうさめっちゃ NGT のメンバー行ってるのね、みんな同じとこ行ってて、そう行ってるからなんかその仕事も理解してくださってて、美容師さんそうだからリハ前だったんだけど、今日もなんかお仕事あるのって言われたから、あリハでって言って、そうで、あの実はそのここにも来たことあるんですけど、
うるさまなちゃんがあさって卒業するんですよって言ったら、美容師さんがそう、まだ同じとこに行ってんだけど、ええー、みたいな、そんな素振り全然なかったけどって言ってて、でちなみにゆめもさあやも同じとこ行ってんのね。そうだから、それも全部美容師さんに言ったの。実はそのあさってそのマナが卒業するんですけど、2月にその曽我部ゆめちゃんと、あと2月末に川越さやちゃんも卒業しちゃうんですよみたいな、で全員だからここ来たことあってみたいな話をしたら、やめないよねって言われた。やめない、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 心配されちゃった。ここに来た人からみんな辞めていくとかじゃないよね。違います、違います、たまたまです。心配されちゃった。そう、でも同じところに行ってたから美容師さんも、寂しくなるねって言ってた。そうでもさ、みんなさ新潟の子じゃないからさっていうのは美容師さんは知らなくて、え、その子たちはみんな新潟、地元は新潟の子なの？いや全然、そう、でもそうだよね、でも新潟からは多分いなくなっちゃいます、そうだよね。でもつまりその美容室にはもう来ないってことじゃないですか、卒業したら。ちょ、なんか、え、ごめんなさいみたいな。お客さん減っちゃう。いやでもそうなんだよ、みんなさ同じところにさ行ってたからさ寂しい。そう、だから辞めないよねって心配されたから、私は辞めませんよって、でも辞めても新潟にはいるのでって言った。遠征してか、わざわざ新潟で髪切らないでしょ、辞めてから、さすがにね。だからもう来ないんじゃないかなと思うけど、でも私はまあ地元も新潟ですし、辞めても新潟に多分いるのでみたいな、まあわかんない、かといってここにずっと住み続けるわけではないかもしれないから何とも言えないけど、その美容室に関してはね。辞めてからも通い続けますよとはちょっとさわかんないけど、言えなかったけど、辞めてからも新潟にはいますとは言った。ね、そうなんですよね。でもなんかそのめっちゃ考えますみたいな、その同期なんですけど、同期ってことも多分分かってんのか分かってんのかよく分かんなくて、 その3人みんな辞めちゃう子たち同期なんですけどみたいな、なんかそれだけ同期の卒業が続いちゃうとやっぱなんか自分どうしようかなみたいな考えちゃってみたいな、なんかちょっとすごい美容室なのにすごい深い話しちゃってそうみたいな話をしたら、なんか美容師さんもその何ずっとここにいるわけではないだろうし、かといって自分がなんかおばあちゃんとかになった時に自分の店美容室を開くなんか想像もつかないしとか、なんかすごい深い話してた。ねえどうなっちゃうんだろうねみたいな、そなんか自分の周りにも美容師辞める人とかいるとやっぱその人が辞めた後何するのかも気になるし、なんか自分もどうしようかなってやっぱ考えるよって言ってて、ああそうなのかみたいな、そうで、だからもし私が辞めたらうちの受付とかどうって言われて、もちろん冗談だと思うけど、そう、あ、じゃあちょっと考えておきますって言って、そう、なんなら美容師さんとかになったら、私がもしも辞めた場合の話ね、美容師さんとかになったらって言われて、いやいやいやそれはちょっとさすがに絶対大変ですよねみたいな、美容師さんとかも大変なイメージしかないからさ絶対大変ですよねって、おー、うーん、でもやっぱ大変なのはどの職種でも平等だと思うみたいな、まあ確かにね、それはそうだよね、なんかどの業種であってもその業種ならではの大変さって絶対にあるから、なんか一概に大変、まあ大変なのは どれも一緒ってことですよね。向こうからしたらだってさ、アイドルとかめちゃくちゃ大変そうって話聞いてたら思うだろうしね、まあそれはそうなのかもなと思うんだけど、
美容師さんにははいなりませんってそう言った。確かに美容師さんのハサミ左利きを、美容師さんで左利きとかあんま意識したことなかったわ。でも普通にいらっしゃるよねきっと。確かにあんま気にしたことなかったわ。そう大変その種類が違うと思うけど、まあどの業種でもやっぱ大変だよみたいな話してた。そうなんです。でもほんとね、何するんだろうって感じだよね。そうでもマナのさ卒業公演のリハをさ昨日今日ってやってたんですけど、もう終わっちゃって、明日リハなくないって、もうだから本番で、あと本番しかないの。どうしようって感じ。ほんと寂しいよ、寂しい。ほんとに明後日だって。早くない？早くない？明後日だよ。レッスン上で、なんかそうなのかな、私そうだ、一緒にリハをするのは、まあ全然知らないとか行く人もいるかもしれないけど、リハをするのはラストでした。みんなで写真撮ったって言ったら写真が送られてきた。え待って、見てたっていうレベルでさ、今写真送ってくることあるそんなことある？写真撮ったって言った瞬間にブー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 全部送られてきたタイミング良すぎじゃない？さすがにあ、さっきマナちゃんあげてた。あ、そうなの、今ちょうどマナから送られてきた。ちゃんもな、明るい。そうですね、わかる。そうなの、マナもなんかほんと卒業 するぜみたいなするぜみたいな感じすぎて悲しい。ほんとそうなんですよね。寂しいね。そうでも、あ、そう、あの先週、ちょうど先週そのディズニーに行ってきたんだけど、でディズニーのお土産私ネットで買ったって言ったじゃないですか。それも届いたんです、このこれと一緒に。あの最初は全然別だけど、たまたまね配送日が一緒で、そう一緒に届いて、さっき来たんですよディズニーのお土産。そうでね、ニキドラ9人全員で、9人いるじゃないですか、9人で全員のお揃いのお土産をね買ったの。そう、なんか前髪クリップなんだけどめっちゃ今時じゃない？前髪クリップのなんか3個セットのやつが売ってて、それを3セット買って、そう9個1人1個ずつ前髪クリップをお揃いでね買ったの。それを今日配ってきた、ちょっと届いたから。そうだからさ、なんか見せれないじゃん、なんか微妙なラインですよね。ショールームは結構いけそうな気もするけどどうなんだろう。そうちょっとね、いろいろね大人のね、そうあれがありますから、ちょっとあの見せれない、難しいだけど、みんなでお揃いの前髪クリップにしたの。可愛くない？可愛い。しかもなんかその 3個セットのやつで全部それが種類が違うのね。でもその3個で1セットを3セット買って、でじゃんけん、みんなでじゃんけんして、あのはるかはいなかったから、はるかの分はれいちゃんがじゃんけん参加してくれたそうでみんなでじゃんけんして、勝った人から好きなやつ選んでってやりました。なんか可愛いよね、全員でお揃いのさお土産買うとか。なんかそれこそ昔のなんかディズニーのお土産といえば、なんかこのさめっちゃセットになってるやつとかあるじゃん。なんかボールペンとかさ10本ぐらい入ってるやつとかさ、キーホルダーなんか3個とか4個とかセットのやつとかあったけど、前髪クリップってめっちゃ今どきそう、それはそう。でも本当になんかその9人、まあディズニーは9人じゃないけど、
あの9人でご飯食べに行ったりとか、なんか青が卒業、青が最後の卒業生だったの、そのマナまでの間、ニキドラ卒業生。そうだからさ、なんか9人でいる時間がめっちゃ長かったから、1年くらいあったから、なんか寂しいなって、わかる。ディズニーのボールペン超懐かしいよね。なんかでかいでかいなんかやつついてるめっちゃセットのやつとか、缶のやつとかね、あのなんだクランチだ、クランチとかあるよね。クランチは家用で買いました。家族から全部、家族からか妹から全部欲しいお土産送ってもらって、それ通りに頼んだから全部買いました。でもさ、めっちゃ重くて、持ってみたら、届いたやつ持ってみたら、うわこれ買って帰ったら多分無理だったかもっていうぐらい重たくて、いっぱい入ってた、てかいっぱい買っちゃった。逆にオンラインだから持ち帰ろうって思うとさ、荷物ちょっとでも減らしたいから少なく買うけど、オンラインだからと思ったら逆にちょっと買いすぎちゃったので、めっちゃ届いた。現地行ってもネットでお土産買いました。その持って帰るのが嫌で、だから本当にでも1週間かかったの結局配送されるまでに。だから急ぎのお土産とかは現地で買ってたけど、急ぎじゃないやつとかは持って帰るのがめんどくさいからネットで買いました、はい、親へのお土産クリップじゃさすがにどこに使うのクリップはニキドラでお揃いにしただけで、親ってか家族にはなんかそのチョコクランチもでっかい缶のやつと妹に頼まれたやつ買ったよ見てるか分かんないけど報告してみた、買ったよ見てるか、いやでもこの時間だともう寝てますね、はい、私のお家は就寝時間が早いんで、なんか帰ってびっくりしちゃった、こんな早かったっけ、ってかもう私がなんならみんなのことを夜更かしさせてたぐらいで、私がまだ実家にいた時はもうちょっとみんな夜更かししてたよ、けどなんか最近実家に帰ったらもうみんな23時には寝ててそうだからもう寝てるんじゃないかな、それかいやわかんない、たまに妹が勉強しながら聞いてる時ある流してるらしい、ママが見ながら寝ちゃって流しっぱにしてるのを妹が勉強しながら聞いてるとか、その自ら聞いてるわけではなく、ママがなんか流して寝落ちしたやつをそのまま聞いてるとかあるんですそうだからそう実質勉強しながら姉の配信を聞いてることになってる時もあるっぽいそう、でも多分私がいたから家族みんな夜更かしさせてたんだと思う、ごめんねまあだから結果的にはなんか全部良かったんですよ、一人暮らしをして。もうほんとだから最近そう思うことばっかり、そう、まあ、メンバーがこうやって遊びに来てくれるのもそうだし、向こうにとっても家族にとっても送り迎えとかがなくなったから楽に、そう。でもこれがさ、例えばさ、こう去年、まあもっと早く始めてればよかったのもあるけど、でも少なくとも去年からしててよかったなと思ってて、
だってこんなにさ1年でさみんなが辞めちゃうなんて思わないじゃないですかでもそのタイミングで自分がなんか一人暮らしをしていたから全然こうみんながお家に遊びに来てくれてたりとか出かけたりとか絶対できたし、そう、もっと早くやってればもしかしたらそういう機会もっともっと多かったのかもしれないけど、そう、でもこの1年やってたかどうかの方が結構大事というか、って思うから、そう思うとちょうど1年経ったぐらいなんですけど、まあしてよかったかなって感じ。結局すごいやってよかった。そうね、本当にだからこの1年いっぱい思い出作れたから、 その分辞めるってなった時離れるのはめっちゃ寂しくはなるんだけど、そう、でもやってよかったです本当に。だし、なんかその今日の朝メールで、そのなんていうの、メンバーが全然お家に遊びに来てくれるのはめちゃくちゃ嬉しいし、その時間はずっと楽しいって思うんだけど、なんかいざ一人になった後に、あ、意外と気使ってたのかもって思う瞬間ってあるんですよ。別に嫌いとかじゃなくて、なんかどれだけその心を許せる相手でも多分その自分の一人の時間もないと両立できないと、多分なんかこの心のバランスが崩れてくるみたいな感覚があって、そう、それで言うと多分それって家族でも同じことが言えるんじゃないかと思ってきて、そのメンバーじゃなくて、いや分かるよね、そうなんですよ、どれだけなんか心を許せててもやっぱそうだよね、一人の時間めっちゃ必要ですよね。なんかそう思うと家族も実はそうだったんじゃないかと思って、もう21年22年ずっと家族と一緒に過ごしてきたから、それが当たり前だと思ってたけど、いざこう一人暮らしをしてみたら一人の時間もできるわけじゃないですか。で、実家の時私妹と同じ部屋だったから、本当に一人の時間って多分なかったの、実家のお風呂ぐらいさすが、でもお風呂も妹と入ることもあったから、もう本当に多分一人の時間ってなかったんだと思う、実家にいた時って。そうって思うと、なんかその一人暮らしを始めて一人の時間が作れたから、多分メンタル面でなんか安定するようになって、2023年後半からすごい順調だったんじゃないかと思い始めたんだけどそう、でもその可能性ある。わかる、そう、それでめちゃくちゃ不安になったのは結婚できるのかどうかっていう話なんですよ。結婚もそうだし、なんか同棲、そうなの、一人の時間作らない、誰かと一緒に暮らすって無理なのかなそう、そう、結婚願望はめちゃくちゃ強いけど、でもそうなるよね、なんか一人の時間をさ大事にしたいとかってなっちゃったら、そうできるのかなみたいなそう、一人になれる部屋があれば大丈夫、まあ、そうだよね、そうだよね、すごい思いました、それをなんか痛感してここ数日。同棲してても一人の時間作れる、確かに24時間365時間ずっとこの距離でいるとかじゃない一緒にいても疲れない人と結婚するんやね、うん、そうする、そんな人いるかな、いるかな、そうなんだよね、できるのかなっていうのをすごい、そう、本当にちょうど今日それを考えながらリハに向かってた何を考えてたんだろうでも本当に思ったんだよね。そう、しかもなんでその話になったか全然覚えてないんだけど、なんかメンバーの中でそのさ、うちに来てる時にね、うちの中でなんか好きな人ができて付き合うってなったらすぐに同棲したいかどうかみたいな話になったの。なんでその話になったか本当に覚えてないんだけど、
めちゃくちゃ可愛くないですか？それいつになるのって感じなんだけど、なんかみんなでその話をしてたの。そうしてて、そう、そのすぐにでも同棲を始めたい派の人と、いや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 みたいなタイプと別れてて、そう。なんでその話になったんだっけな、全然覚えてないんだけど。そうなんです、不思議。でも本当に、でも私はどっちかっていうとすぐじゃなくていい派、すぐじゃなくていい派なんだけど、何の話をしてんの、何の話をみんなに聞かせてんのって感じなんですけど、すぐじゃなくていい派、ちなみに言うと。ひちゃんの配信で誕生日を締められてる。あ、今日誕生日だったの？もうあと30分で終わっちゃう。おめでとう、おめでとう、素敵な一年にしてね、おめでとう。今日のお洋服の感じ、ありがとう。全然レッスン着だった。全然レッスン着だったけど、ありがとう。心にしまっておくことはできない、だって全部喋っちゃうんだもん。逆にすぐの人がいたんです、誰とは言わないけど。誰とは言わないけどいたんですよね。でその討論もしてた、マジ何の話って感じなんだけど。え、なんか、いや、どうなんだろう、好きな人とだったら毎日連絡とか取りたいのかな。私はその経験がないからちょっと分かんないんだけど、普通にちょっと正直毎日連絡来たらめんどくさいと思っちゃう。え、でもどうなんだ、自分の好きな人なら来てほしいと思うのかな。別になんか好きでも好きでもなんでもない人って言ったらすごい申し訳ないけど、人から毎日連絡来たらちょっとってなっちゃう。先週久しぶりに公益で見た耳のパフォーマンスが最高でした、ありがとう、嬉しい、ありがとう。連絡来ないと不安でしょ、確かに好きだとそうなのかな。確かにそんな経験なさすぎて悲しい、急に冷めた時が怖い。確かにね、なんか普通に私電話とかもあんま好きじゃないんだけど、好きな人だったら電話したくなるのかな。経験なさすぎてわかんない。基本は私は本当に人とあんまり連絡取りたくない。普通に、普通にね。変わるのか、好きな人だと変わっちゃうのかな。女の子は急に心変わりする。それはだってみんなも一緒じゃない。あ、確かに一人の時間大事にしたいタイプは連絡あんま取りたくない派かもしれないよね。それはそうか。かおちゃんは連絡取りたい派のような、え、どうなんだろう、でも確かにそんなイメージもあるけど、どうなんだろうね。我々で容姿変的な、そういうことを言いたかったんですよ。女の子は心変わりするからとか、みんなもだよ。みんなもだよ。
ない時間が愛を育てるのさ。かっこいい。育てるのさ。え、でもえこれさめっちゃ面白かったんだけど、なんかこれも本当なんかどういう話の流れでそうなったか全く覚えてないんだけど、あ、そう、うちにみんなが来てくれてた時にサーヤがここにいて、でなんか私が隣にいて、でなんかね、あ、そう、その前に話はあって、なんかあのヒノってサーヤのこと本当に大好きなんですよ。待って、めっちゃ可愛い。ヒノってサーヤのこと本当に大好きで、なんか他のメンバーが嫉妬しちゃったの。なんかヒノってサーヤのことしか褒めないよねみたいな、サーヤのことしか可愛いって言ってくれないよねみたいな。なんかそのみんなニキドラのみんなでご飯に行った時にサーヤが一番奥の角っこにいたんですよ。でヒノがなんかその対角線上にいたので、なんかさっきからヒノがずっとサーヤのことばっかり見てるんだけどみたいな。みたいななんか話があって、でもそれに対してヒノがそんなことないよって言いながらめっちゃ照れるのね。めっちゃ照れるから、ねえほらやっぱりサーヤのことが好きなんじゃんみたいな、なんか本当になんか中学生男子のなんか あいつあの子のこと好きらしいよみたいな、なんかそのノリで周りがすごい冷やかしてる感を想像していただいたらすっごい分かりやすいと思うんですけど、本当なんか本当男子中学生みたいなノリでニキドラってめっちゃ面白いよね。そう、それでなんかもうなんかヒノはサヤのこと大好きなんだからみたいなっていう話をしてて、でなんかその後うちに来た時にそのサヤがここにいて私がここにいて、なんかサヤの隣にちょうど私が座ってたの、ソファ2人でそうここにサヤと私と2人で座ってて、そして誰かがうわペアシートじゃんみたいな、もうそれも本当に男子中学生のからかい方みたいな、ペアシートじゃんって言って、ヒノがここにいたら目の前にいてそれを見てて、そうほらヒノみたいな。マジでノリが全部中学生すぎて可愛い。そう、しかも全員女の子なのに。そう、それでなんかそう私とサヤがここでなんかちょっとラブラブしてたから、そのヒノが嫉妬しちゃうよみたいな、他の子がほらヒノみたいな言って、ですごいなんかヒノが目の前でめっちゃニヤニヤするから、え、そんなことないよみたいな、違う なんだっけ、それでえ、なんだっけ、サーヤ、私サーヤと何してたんだっけな、ここにいたの、ここにサーヤと一緒にいて、でなんかヒノに何か言いながら、なぜか普通、ほんとこれ無意識なんですけど、サーヤと手つないでて、私がねヒノのことをヒノにさ、いいでしょうって言ったのかな、え、なんだろう、なんか覚えてないんだけど、なんか私がサイと手をつないだんですよ。なんだったか忘れたけど、まるで見せびらかすかのように手つないでって、でもめっちゃ無意識なのね。そうで、それでしたらなんかたまたまなんかそのサーヤと私が手をつないだ瞬間に、手つないだとこにクッションがあって、このこっち側にヒノがいて、ヒノからは手つないでるところが見えるんだけど、反対側にいたメンバーからは手つないでるところ見えないみたいな、ほんと全部偶然なんだけど全部偶然なんだけど、なんかそのヒノとなんか喋りながら私がサーヤと手をつないで、でその瞬間をヒノが見てて、それでそしたらヒノが、あーね、ほら見てみたいな、でクッションどかして、今この人たち手つないだんだけど、しかもクッションで隠して、すごい嫉妬されちゃってそれはでもたまたまの、本当にそこにクッションがあったのは本当に偶然で、手つないだのも偶然なんですけど偶然じゃない、無意識、手つないだの無意識なんですけど、なんかクッションで隠して、この人たち手繋いだんだけど、ヒノに言われて、違う違うみたいなこと言ったの。そしたらなんかでも
そう見てなかった他の子たちが、わーみたいな、紐やられてるよみたいな。でもそしたらひのがもうさ、本当にさ、みゆはさそういうところあるからさみたいな、一旦なんか合コンに行って、なんかそのなんて言ったんだっけ、その技を全部なんか やってほしいみたいな、そのなんて言われたんだっけ、まるで私が合コン出たことあるかのような言いぶりでそれ言われて、いやいやそもそも出たことないからねみたいな否定をした記憶があるんだけど、ひのになんて言われたのかちょっと忘れちゃった。そう、もう本当になんかみゆに一旦出てもらいたいみたいな。一旦出てなんかもう全部かっさらっていってほしいみたいな、それをモニタリングしたみたいなって言われて、そうで、まるで私がやったことあるみたいな言いぶりをされて、いや、やったことないからそもそもっていう話をしたんですよね。本当になとか、しかもなんか、なん、もうダメだ全然覚えてないや。ちゃん楽しい、モニタリングしてんのがね、そう、自分はそこにはいたくないらしい、だってみゆが全部奪ってくじゃんみたいなノリで言われた。それをなんか見てたいらしい。いやでもさ、何が可愛いってさ、誰もそんな経験したことないのにずっとその話をしてることが可愛くない？その同性がどうとかの話もそうだけどさ、もうノリがもうずっと中学生男子なの、可愛い、全部妄想で語ってて、なんかもうさ、ずっと一緒にいるところからもう男子中学生じゃない？めっちゃなんか喋ってる内容もそうだし、陰キャ中学生、わかる、これがリア充中学生だったら多分こんな話してなくて、ほんとなんかそういう経験がないからこそ全部妄想の世界で喋ってるところがほんとなんか陰キャ中学生で超可愛い、ほんと仲良すぎて。だからこれがさ、大人になって本当になんか、まあそのいろんな経験をした時になんか私たちは一体どんな会話をするんだろうと思って、今全部妄想だけで繰り広げてるじゃないですか。これがだから本当にみんなが大人になっていろんな経験をしてきた時には一体どんな話をするんだろう。めっちゃ面白い、修学旅行の男子ではそれだ、間違いない、それです。もうこの家に来て そういう話ばっかりしてる時点で絶対そうです。本当なんか愛おしい、でもなんか全部が全部そういう会話だとは思わないでほしい。まあそういう会話がすごい7割ぐらいあるっちゃあるけど、妄想で語り合うが6、7割ぐらいあるのは事実だけど、でもちゃんと真面目な話もするし、なんかその真面目な話をしてなんかすごいちょっとさ、こう空気が重くなったというか、なんかうるうるみたいな感じの場面があったのね。そうで、なんかもうさ、涙伝染しちゃうみたいな時もあったんだけど、そうでも私はそれを見てすごい、なんかそれを見て泣けちゃってっていうのは、まあ涙が伝染したのも一個あるんだけど、なんかみんながなんかそういうなんか真面目な話もこの家でしてくれて、なんかそれに対してなんかお互いにすごい涙を流し合えてるところがなんかもう愛おしくて、そう、しかも6年もさ一緒にいてさ、なんかそういう深い話までできるようになって、でそれがなんかこの家でできるようになったことが家主の私は嬉しくて、それに涙を流すってめっちゃ意味わかんない状況で。なんか本当にすごい愛おしかった。でも多分もともとその一人暮らししてなかったら、まあ、今までも多分そのニキドラの中でそういう場面っていっぱいあったんだろうけど、多分私のはその中にいられなかったことの方が多いんだよね、やっぱ実家に暮らしてると。だからなんかみんなと一緒にいる時間が増えて、そういう時間も共有できるようになったし、なんかそれをできる、なんか安心できる場所、やっぱ外とかではなかなかそういう話はできないじゃないですか、なんかそういう話をできる安心できる場所もこれで提供できてみたいな、それはすごい結構嬉しかった。そう
ね、なんかもう本当に愛おしくて、みんなのことが、そのもうそれに涙が出ました。なんかもう、しかもその時間もなんか永遠ではないって分かってるからこそ、なんかすっごいもう胸がギューってして、そうなんか映画見てるみたいな気持ちになった映画見てるみたいな気持ちになった本当。そう、しかもなんかその今日はメンバーがお家に遊びに来てくれてみたいな、なんか何時まで喋ってたみたいなメールに書くとさ、すごい大学生みたいだねってめっちゃ書かれたの、メールの返信にでもさ、自分が大学生の経験がないから、ああそうか大学生ってこんな感じなんだ、みんなのメールの返信で、ああそうなんだと思って、なんかそう思うと、その大学こそ通ってないけど、なんかそれに近い青春は多分ここでしてんだなって。そう、めっちゃみんなに学生、大学生みたいって言われたし、言われたし、なんか自分が大学生の時もなんかうちがそういう場所になってたみたいな人もめっちゃいたし、そう、すごい大学生みたいって言われました。まあ年齢的にはね、大学生、まあもうあの、はい、大学は卒業してるんですけど、私は大学生ぐらいの年の子もいるし、そう、多分そうなんだろうなって、うん、そう思うとね、大学ともまた違うけど、まあ、似た経験はできてるだなって思うし、もうさ6年も一緒にいるってことはさ、なんか大学生以上のさ関係じゃないですか、長さで言ったら、まあ、大体4年生大学とかで考えたとしたら、大学生よりも長い時間一緒に過ごしてるってことだから、うん、って思う。これもこれでいいなって思う最近ただみつきちゃんと会いました。あ、みっちゃん全然会ってないです。でも連絡は取りました。この前地震の時に大丈夫ってお互い連絡は取り合いましたよ。でも会ってない全然。小学校入学から卒業までね、そう考えるとなんか早いか、6年も経ったんだって感じですよね。そうだからさ、まあそのとか、まあいろんな理由があって、その懐かしい写真とかもめっちゃ最近見るのね、遡るんだけど、なんかもう、はあこんなことあったねみたいなことが超いっぱいで、そう懐かしい気持ちになります。いやあのね、すごい本当に、まあ、何にも言えないけどすごいです、頑張りましたはい、後輩ちゃんたちもこんな感じで同期同士で絆深めねえ、なんか私が後輩との距離を縮めたいのももちろんあるし、後輩同士普通に同期同士の時間もめっちゃ大事にしてほしいなって思いますね、うん、本当にそう思う。え、でもさ、なんかさ、自分がさ、じゃあいつか卒業するってなった時にさ、そんなに寂しがってくれる人が いなくなっちゃうじゃないかと思って、だって同期がさ、どんどんいなくなっていくじゃないですかまあもちろんね、その後輩とかも私が辞める時には悲しんでほしいけど、なんかそのやっぱ同期さ違うじゃんね、また。でももうそのさ、悲しんでくれる同期がいないんだけど、私私が卒業する頃までに誰がいてくれるかなっていうレベルですごい心配なんですけど、みんな辞めない、私が辞めるまで辞めないでって言いたいくらい本当に、うん、アルバム作ってくれる人いない、夢にお願いした夢作ってね、私が辞めるときにはって言ったでもだって本当にさ、だって自分が辞めるときにこんなの作ってもらえたら絶対に幸せだなって思うけど、もういないんだもんだって
え、でも本当にさ、まあそもそも自分がなんかいつまでいるかもそんなね明確にはさ分かんないから何とも言えないけど、実際本当にどうなんだろう、なんか何年いるかもよく分かんないけど、その時までに誰がいるのかも本当に分かんないし、いつまでいるんだろうな でもね、6年も現時点でいるわけですからね。本当になんかこの前ちょうどそのドラフト会議から6年経ってメールにも書いたんですけど、もう折り返しは本当にとっくに過ぎてるだろうなと思って、なんかねすごい私この言葉、その折り返し、アイドル人生の折り返し点っていうこの言葉がなんでこんなにもなんかいい印象に残ってるかっていうか、その言うかっていうと、すっごい私なんかめちゃくちゃ記憶に残ってるのが、ななこさんがみはるさんの生誕祭の時に書いた手紙にその言葉があったの。みはるさんとななこさんと同い年で、そうなんかななこさんがみはるさんに宛てた手紙の中に、なんか私たちのアイドル人生はもう一回しすぎてると思うけどみたいな書いてたのがすっごい印象に残ってて、別に私出てないんですよその時の生誕祭、出てない勝手に見てただけ見てたけど、なんかその言葉がすごい刺さって、でも本当そうだよなって思うと、なんかまあいつまでいるかは予想つかないけど、かといってじゃああと6年いるかって言ったらそれは絶対にないって言えるなって思ったら、折り返しはもう特に過ぎてんだろうなって思うと、そうなんかすごい刺さった、めっちゃなんかそう思うと短いなって、やっぱアイドルでいられる時間って短いなって思うから、大事にしたいなってすごい思う、うん、確かに陸上好きだしマラソン用語だね、もうその言葉聞くまであんま気にしたことなかった、折り返しがどうとかって、アイドル人生の冷静に考えたらそうだよなって思う、うん、6年続けられてるだけで頑張ってますから頑張ってますからね、うん、いやあと6年は絶対にいない、あと6年って何歳、32歳、さすがにいないよ、結婚したいよ。さすがに結婚してたいよ。32歳か。最近ファンになったんだからね、そうだよね。ただでも本当になんかいつファンになったとか関係なく、私の最後まで応援してほしい。やめる人みたいになっちゃった。やめないです。いつになるかわからないけど最後まで、うん、同じ仕事を長く続けられるのも素晴らしい、でもそうだよね本当に、もうだって今とかさ就職して3年とかで転職する人とか全然いるじゃないですかって思うと、そうだよね6年も続けられてるだけですごい方かって思う、うん、いやでも本当にさ、でもさもう4期生も入ってくるしさ、なんかフレッシュな人が好きでしょ
自分が生きてるうちは卒業しない。ちょっと待って、それは無理だよ、それは無理だよ。何歳まで6年後32って今26になる。あ、本当だ。え、待って、めっちゃ計算ミスしてんじゃん。29じゃん待って、私今何歳のつもりで計算した。めっちゃ普通にただの単純なる計算ミスです。29歳でした、6年後。いや、でも待って、それで20、まだ20代か。6年経って、いやー、でもなー、結婚したい20代って思ったらって思うけど、いや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 、多分さすがに。めっちゃサバ読んじゃった。マリナさん今年で認識。まあ確かに、でもそう思うとやっぱマリナさんってすごいな。だって自分が6年後29歳でアイドルしてる姿1ミリも想像つかないもん。すごいよ、その元マリナさん。結婚はいつでもできるよ。まあでもそうだよね、その元アイドルでいられる時間って本当に短いよね。結婚はいいけど卒業はダメ。嘘そんなことある？いいの？しないけどどっちもどっちもしないけど、近々には。そうなんだ。そう、でもさ、昨日たまたま、めちゃくちゃたまたま、成人コンサートってあったじゃないですか、リカさんたちの代、みはるさんとか。成人コンサートの映像をたまたま見て、そう、あの台ってめっちゃすごいなと思って。そう、なんかさ、でもその人たちが二十歳の時にそれをやってるわけじゃないですか。なんか二十歳に見えない、なんて言ったらいいの、私にとってはずっとなんかお姉さんたちの、その世代の人たちって。だから今の私よりも当時のその成人コンサートやってる人たちは全然若いの、3歳、今の私より3歳若いんだけど、でもなんかその人たちってもう私から見たらお姉さんたちのイメージがあるから、なんかすごいは、え、本当に二十歳の時の映像って思うぐらい、なんかすごいお姉さんに見えて。でさ、そこにまこさんがいたんですよ、その成人コンサートの中にね。まこさんがいらっしゃって、でまこさん最近結婚したから、そう、トモトは結婚して、しかも宮脇さくらさんもそこに いらっしゃって、もうだからほんとすごい、めちゃくちゃ黄金世代みたいな。そうだから、もうまこさんみたいに卒業された方もいれば、もう今韓国で大活躍されてる方もいらっしゃるし、そう、みおさんもいらっしゃるし、そう、なんかそう思うとさ、なんか人生ってほんといろいろなんだなと思ってそう、なんかなんだろう、アイドル適齢期、アイドルこの辺になったらやめるだろうなとかさ、なんか結婚適齢期この辺だったら結婚するだろうとかもなんかあるけど、実際なんかこうやって年齢だけで考えると、結婚してる人もいれば全然、なんならもう世界で活躍するアイドルの人もいるし、もう人それぞれなんだなってすごい思う。てかすごい、もうとにかくすごい豪華すぎて、この世代強っってなりましたすごいよね、なんかその成人コンサートができるぐらいの人たちってやっぱすごいなと思って。そう、同じ頃にドラフト会議やってるって思ったら、それもすごい、やっぱそんぐらい経っちゃってんだってことなんですけどね。え、怖いわすごいね、本当に。でもそういうやっぱグループの駆け抜けるやつもやりたいけどね。
やばいやばい、ランキング読まなきゃ。待って、28分だった。ランキング読みます。13位ぶんちゃんさん、ありがとうございます。12位あゆめさん、ありがとうございます。11位なおなおさん、ありがとうございます。10位ぽんきちさん、ありがとうございます。9位とっしーさん、ありがとうございます。8位なおとんさん、ありがとうございます。7位ラムさん、ありがとうございます。6位ほしーさん、ありがとうございます。5位たかさん、ありがとうございます。4位まっちーさん、ありがとうございます。3位よしさん、ありがとうございます。2位としさん、ありがとうございます。1位高田さん、ありがとうございます。久しぶりに遅い時間までやったかな。そんなこともない、久しぶりだったか。でも明日もゆっくり配信できそうだから、できたらやったい気持ちです。ありがとうございました。おやすみみんな、ありがとう。ありがとうございました。明日ゲーム部、あ、確かにそうだ、ゲーム部の時間考えて配信しないとね。ありがとう、教えてくれて、忘れてた。ありがとう。めっちゃ眠くなっちゃった。バイバーイ。